自由民主党は変わらなければなりません。これから自由民主党がやらなければならないことははっきりしております。政権交代の中でずるずると土俵を割ることではなくて、もう一方の柱としてしっかり旗を立てること、このことではないかと思います。自由民主党の政治はやっぱり日本の大きな課題に応えるものでなければなりません。どなたもが少子高齢化が進んできたとおっしゃいます。100年前の日本は人口4000万、100年かけて人口を1億2000万人までしました。しかし今の出生率の低下は、これから100年後の人口はもう1回4000万に戻る、100年かかって3倍にしたのがまた100年かかって元に戻るというサイクルを私たちはたどるわけであります。そして国際的な競争はますます厳しくなります。また日本は資源が何にもない国であるということは皆様ご承知の通りです。この中で日本は負けるわけにはいきません。やっぱり成長しなきゃいけない。成長の種をあちこちにまく、そういう政治をすることが大事でございます。その成長で得たものを、これだけ高齢化が進みました、社会保障や何かにしっかり当てていく、そのことがまた日本に、日本人は貯蓄が好きでございます。老後が不安だとその貯蓄が出てまいりません。社会保障をもう一回しっかりすることによって、千数百億と言われる、千数百兆と言われる日本人の貯蓄が経済の中に出てくるということも考えなければなりません。そして結局最後は教育です。人材を育てなければなりません。私ども自由民主党はこういう政治を堂々と進めていかなければならないと思っております。今民主党の皆さんは政権を取られて、新しい政治、民主党なりの政治を模索しておられます。私どもはそういう模索の最中の民主党に軽々しい批判をしようとは思っておりません。8月の30日に選挙に勝たれてからもう随分と時間が経って、民主党もいろいろな新機軸を出しておられます。そうであれば一刻も早く国会を開いて、その国会の場で鳩山さんが所信表明をなさって、民主党政権は日本をどっちの方向に引っ張っていくのかということを語っていただかなければなりません。そうして自民党は、私たちも先ほど申し上げたようなこの政策を連磨して磨き上げて、国会の場で民主党の皆さんとしっかり政策論争を重ねていきたいと思います。自民党は野党になったけれども、しっかりと真面目な政策を展開している、こういうことでなければ自民党の再生は図れないと思います。まだ民主党の政治の全貌は明らかになっておりません。しかしすでにいくつかの新機軸の中で私たちが心配に思うことが出ております。例えば子ども手当をおやりになる、こういうことから見ますと非常に高度な福祉、大きな福祉を民主党の皆さんは考えておられるように見えます。しかし同時に消費税については4年間議論をしないとおっしゃっていることが、本当にそれだけ大きな福祉を維持できるんだろうか。財源がないのにそういうことをやれば、子ども手当という名のもとに将来のツケを先送りして、将来の子どもたちの夢を食べてしまうことになるのではなかろうか。こういうことを私たちは国会でしっかり民主党にぶつけていかなければならないと思います。また民主党の皆さんは今のような景気の時にはいろんなことを、家計をしっかりさせて消費を拡大していこうと考えておられます。しかし家計に支援をしていくだけで本当に雇用は大丈夫なんだろうか。こういう雇用が心配される時に
雇用を生み出すような政策になっているのだろうか、こういうことも不安でございます。こういったことも国会でしっかり論戦の中で問うていかなければならないと思います。もう一つ私どもが不安に思うことがございます。民主党はマニフェストに書いてあるからといってヤンマダム、その他のダムの建設の中止を発表されました。確かに新しい政権になって今までと違う視点から公共事業を見ていこうということは私は否定されるべきことではないと思います。しかし長い間かかって、そうして地元の住民の生活もかかっているような案件をただマニフェストに書いてあるということだけで直ちにやめられるのかどうか、やはり地域主権と言っておられる方にはからにはそういう決定をするにも地域の方々との意見交換やヒアリングというものをなさらなければいけないんじゃなかろうか、そうでなければ民主的な手続きとは言えないんじゃなかろうか。また国会の中で議員立法は許さないと小沢さんは言っておられますが、そういうことで本当に国会の機能というものが果たせるのだろうか、そういったことを私たちは国会の場でしっかり問うていかなければならないと思います。私は自由民主党は再選するために堂々たる政策論争を国会の中でやっていきたいと思います。そしてまた野党でありますから与党の政策の問題点をついていくということには気迫を入れて気合を込めてやらなければならないと思います。そして3つ目に民主党に問いたいことは、民主党政権になっても政治倫理というものをしっかり守っていただけるのかどうかということも鳩山首相に問うていきたい、このように考えているところでございます。しっかり反省しなきゃダメだよというお声も当然あると思うんですが、他方しっかり再生を頑張って自民党を新しくして、しっかり一方の局としての力量をもう一回つけて頑張れ、こういうお声は強いと思います。